予告だけしておいてなかなか書けなかったお話です。お待ちかねの皆様、大変長らくお待たせいたしました。私が今勤めているホテルのある一室のお話。私の勤めるホテルはビジネスで利用する方が多く、ほとんどが長期滞在者です。その長期滞在者には比較的居心地が良いと思われる上の階に部屋を割り当てるようにしています。1階はフロント事務所と出入り口エントランスがあり、2階は一部客室とリネン室や洗濯室があるので、人の出入りや日中従業員の出入りが多い2階の客室には短期滞在者を優先しているのです。その2階204号室は西向きのシングルルーム。部屋の作りは他と変わったところはありませんでしたが、私がまず驚いたのはホテルなのに4の数字が平気で使われているということでした。無論4階もごく当たり前のように401号室とか404号室とかあります。まあそれは置いといて、この204号室にはちょっと嫌な気配がありました。例えば私が一人で昼間、各客室のチェック、タオルやアメニティグッズが揃っているかとかに行くと、重い玄関ドアが勝手に1センチほど開いたり、鍵はかけていませんが開くわけないでしょう。備品が頻繁に消えたり、ヘアチェックで補充したティッシュペーパーがその夜には箱ごと消えるなど、畳んでおいたタオルセットがぐちゃぐちゃで湿っていたり、とにかく前任者も気味悪がるぐらい不思議な現象が起こる部屋ではあったわけです。しかもそこへたまたま上の階が空いていなくて長期滞在者を止めたところ、2日目に仕事中フォークリフトに両足を潰され骨折、長い間入院されたそうですが、結局完治せず不自由な体に。それだけならまだしも、その1ヶ月後また同じように長期宿泊者が泊まったところ、眠れない、あの部屋は寒いしなんだか怖い、部屋を変えてくれと泣きついて来られたこともあったそうです。私もはっきり目撃はしませんでしたが、夕方6時過ぎあたりはすっかり暗くなった頃、たまたま2階のリネン室に忘れ物をして取りに上がった時、廊下からその204号室へ白いもやみたいなものがスーッと吸い込まれていくのを見ましたし、204号室の隣の部屋のルームチェックをしていると、空き室で誰もいないはずの204号室からテレビの音が鳴ったり止まったり、そんなわけでその部屋はおのずと1泊から3泊までのお客しか泊めないようにしていました。ちなみにここのオーナーは心霊現象などを全く信じております。そんなある日、私が出勤していない時間帯に飛び込み、予約なしで突然やってくる宿泊者で、女性が部屋を借りたいとやってきました。期間は1週間くらいということだったのですが、たまたま3階から上が塞がっていたので、別の予約担当者が2階の204号室に手続きをしていました。長期は入れないという分立ができていた204号室にあえてなぜそうしたのかというと、彼女が宿泊者申込書に書いた職業が霊能者、過去占い師だったからだそうです。ひょっとしたら何らかの動きがあるかもと期待してのことだったようです。この目論みはまんまと成功したのですが、それはまた次のお話。さて、このいわくつきのお部屋に泊まった自称霊能者さんですが、特にクレームやストレスを訴えることなく5日が過ぎました。うちのホテルでは希望がない限り毎日部屋の清掃をしません。タオル交換なども希望がなければしないので、5日間彼女の部屋を覗き見ることは誰もできませんでした。5日目の夕方、その自称霊能者さんがフロントへやってきて、明日午前中に掃除をしてほしいと言って来られました。その件を担当者に伝達しておいた次の日、私は掃除さんから、あの部屋なんか気持ち悪いんだよねと聞かされました。どんな風にと尋ねると、
とにかく自分の目で確かめての一言。どんな状態なのかと楽しみに行ってみると、もう玄関を入った途端窓も開いてないのにボワッと中から風が噴出してきました。なんかすごいことになってる。おじけづいた私は今一度勇気を振り絞って部屋の中に入ると、なんと室内に取り付けられたクローゼット、一般家庭の押し入れを一回り小さくしたくらいの二段式の上段に見事な祭壇がデデンと置かれていました。彼女は全国のスーパーやデパートの片隅で手相占いなどを生業としているようでしたが、部屋に帰ってからはこの祭壇でパワーを取り戻していたのでしょうか。しかも今までこの部屋には感じなかった妙な気配をベッドの下から感じ、触らぬ神にたたりなしと思った私はルームチェックもそこそこに退散しました。それからさらに数日延長して宿泊した自称霊能者さんは204号室で10日間を過ごし、何事もなく、ご出立なさいました。その後不思議なことに館内にひっそり巣くっていた様々な気配がすっかり感じられなくなっていました。あの204号室でさえいつもは昼間でも寒気を感じるほどだったのに、部屋は暖かく生臭い霊の気配はすっかり消え失せていました。これはつまりあの自称霊能者さんがお持ち帰りになったのではと私は思っています。案外自称ではなく彼女は分かっていてそれらを引き受けてくれたのかもしれない。だったらいいけど、本人は気がつかないうちに取り憑かれたのだったらお気の毒様でした、というより他はない。